様々なカットが施された、江戸切子江戸切子とは、江戸時代末期から江戸、東京都において生産されている、ガラス細工で、東京都指定伝統工芸品及び、経済産業大臣指定伝統的工芸品である。江戸末期に生産された、江戸切子は透明な鉛ガラスに、ヤスリや金棒と混合さによって切子細工をし、木の棒等を用いて、 磨き入った手作業による手すり工程による細工によって製作されたものと考えられている。当時の薩摩切子が厚い色ガラスを重ねた色かぶせガラスも用いていたこと、ホイールを用いた深いカットと大胆な形であることとは大きな違いがある。明治期以後は薩摩切子の消滅による職人と技法の移転や海外からの技術導入により、江戸においても色かぶせガラスの技法、 素材も用いられるようになる。色ガラスの層は薄く鮮やかなのが特徴。加工方法も文様を受け継ぎつつ手すりからホイールを用いたものへ移行してゆく。江戸切子の文様としては、やらい、菊、朝の葉模様など着物にも見られる。身近な和の文様を繊細に切り込んでいるのも特徴である。現在は当初からの素材である。 クリスタルガラス等の隙ガラスよりも色かぶせガラスを素材に用いたものがキリコらしいイメージとして捉えられており多く生産されている。1834年に江戸大馬町のビードロや加賀野久兵衛が金剛座を用いてガラスの表面に彫刻で模様を施したのが始まりと言われる。加賀久氏は日本橋通り油町のガラスメガネトンや加賀屋からのれんは消し、 切り込も始めたとされる。1873年、明治政府の植産工業政策の一環として、日本初のガラス工場、品川工業社ガラス製造所が開設され、日本での近代的なガラス生産の試みが始まった。工業者は三条、三ミ、村井三四郎、庭正四郎が、品川宿東海寺裏に設立したガラス工場で、1876年に、 工部長が買い上げて、品川ガラス製作所と解消した。1881年には、当時最先端の技術を持ったイギリスから、親と以外国人として、カットグラス技師、エマヌエル・ホープトマンを招聘し技術導入が行われ、数名の日本人が支持、近代的な技法が確立され以後発展した。このように、江戸切子のルーツは、長崎を窓口として広まった蘭学による江戸の、 ガラス技術、職人、また薩摩切子廃絶に伴う技術の移転、そしてイギリス・アイルランドのカットグラス技術等が融合していったのと考えられる。大正期から昭和初期にかけての大正文化、モダニズムの時代にカットグラスは人気となり、食器からランプに至る多様な形で普及する。第一次世界大戦に伴う産業構造の変化や素材の研究や、 クリスタルガラスの研磨の技法の開発もあって、高級品の代名詞的存在となった。当時のメーカーには、佐々木ガラス、岩木ガラス、岡本ガラスなどがありドイツ留学から帰国した、鏡構造の鏡クリスタルガラス製作所の創業も昭和初期。その他多くの問屋が存在した。太平洋戦争中は平和産業のため制限下に置かれ、多くの職人も出生。 残った職人たちは、天業や疎開、またその加工技術から、戦闘機向けガラス加工など、軍需生産にも動員された。戦後、主な生産地であった高等一帯の下町は、海人に返し戦中の制限もあって業界は、壊滅的な撃を受けていた。その後輩の中から革命家ーや問屋に加え、新たに、旧軍向け工学レンズから、ガラス食器に参入、技術転用し後に、 世界的なクリスタルガラスブランドへと発展した、宝屋ガラスなどのカットグラス生産に、キリコ職人たちが関わり復興していく。その背景には、GHQ の進駐による、ガラス食器の発注や海外向け高級シャンデリア等の輸出など、外貨獲得の戦士と称された時代、さらに高度経済成長期など、生活の洋風化に伴う、グラス、火器、養殖器の普及、需要像があった。 復興、成長期を経た後は発達してきたロボットマシンメイドによるカットグラス加工の機械化、量産化がメーカーで進むほか、格安な輸入品の増加によって職人の下請け加工は仕事量と質が大きな影響を受け始める。昭和50年代に入り、行政の伝統工芸や地場産業振興の政策を受け、組合が江戸切子として、 東京都伝統工芸品指定を受ける等伝統工芸の看板として掲げた活動も進み始める。しかし、円高不況による輸出の減少やバブル崩壊からの長期不況を受け、メーカー、ドミヤ、吹きガラス工場の廃業、撤退等も見られるようになり、クリスタルガラス素材をはじめとする素材入手困難化や取引先、販路の縮小、変化が顕在化する。 仕事量の減少は、職人育成の余裕も減らすこととなり、後継者の不足と高齢化の課題を抱えるなど、複合的要因から廃業も多くなっている。多くの課題に対して、様々な試みを取りながら、和の特色と個性を反映した、日本のカットグラスガラス工芸として普及、生き残りを図っている。組合では、伝統工芸江戸切子や地域ブランドの認定を、受け活動。 個々の職人や加工場では、職人仕事を下請け加工からの転換、多角化としてイベント会社の行う、デパート祭事への参加、自社製品の卸販売会や店舗、ホームページを構えての直販、異業種、デザイナーとのコラボレーション、また若手の育成も試みられている。また、切り子作家、カットグラス作家という活動も見られる。これは、 職人やその指定が下請け加工との兼業あるいは兼業、独立して個人として創作し、日本伝統工芸店をはじめとするコンペ、作品展への出品や教室、個展の開催等の活動を行うものである。これらの活動は、ガラスコースを持つ美術大学、専門学校のカリキュラム内やカルチャー教室のキリコ講座において、 カットグラスの指導を受けた者が終了後に始めるケースも見られる。職人という仕事にはせず、趣味の一環としてや、作家専従のケースが多い。江戸切子は、薩摩切子と違い、現在に至るまで継続している。その歴史は、震災、戦災保科育多の困難を経ても途絶えることがなかったこと、また文様や、用途も身近な庶民の暮らしと共に発展していったこと、 等から庶民の育てた文化とも言われている。手仕事ということもあり、加賀やホープトマン等からの脈々とつながる系譜があり職人、加工場、作家の指定関係をたどることができる。職人と、その加工場、工房は、東京都江東区、墨田区を中心として、江戸川区、葛飾区や大田区、埼玉県の一部など、東京東部の周辺で江戸切子だけでなく各種。 カットグラス加工やその下請け生産を行っている。業態には、グラスや器を中心に、キリコの隠し文様の装飾などを施す。キリコと多面体グラスやガラスの時計枠、灰皿、トロフィーオブジェあるいはレンズ等の平面研磨をする。平物の大きく二つがある。江戸キリコ職人、加工所管の同業組合として、伝統工芸や地域団体商標の制度で、 江戸切子の認定を受けている江戸切子共同組合があり、亀戸梅屋敷内でショールームの開設、展示販売、祭事、広報、体験等の事業を行っている。2008年記念日として伝統的な模様の七個にちなむ語呂合わせなどから7月5日を江戸切子の日と制定し、江戸切子が地場産業である墨田区出身で、 は、ガラスコレクターのザ・アルフィ・ー・坂崎孝之助が、新前大使に就任した。2018年7月5日、新前大使移植10周年を迎える、感謝状が贈呈された。いずれも表記は、江戸切子であり、送り仮名、利は含まれない。また、地域資源を除いて、東京カットグラス工業共同組合に対しての、認定。江戸切子の早々期から昭和末までの江戸切子たの、 歴史、その流れを受ける日本のガラス食器メーカーや職人の関係については、山口勝さんの著書、江戸切子、その流れを支えた人と技に詳しい。また研究者としては、土屋義夫、棚橋淳二、井上明子による研究がある。ありがとうございます。